どうも、こんばちわんこ。特撮系考察 YouTuber、すっころべいこです。大好評のキングオージャー考察シリーズ第1弾となる今回は、レインボージュルリラについてです。レインボージュルリラ、皆さんはこのアイテムを、キングオージャーのキーアイテムだと思っていませんかギラがゴッドクワガタを起動させたのも、様々なシュゴットを操って、キングオージャーを降臨させたのも、ギラがシュゴットの言葉がわかるのも、 すべて、レインボージュルリラのおかげだと思ってませんかしかし、キングオージャー第40話で、ギラの正体がダグネドが作った生物だということ。これにより、今までシュゴットの力を使えていたのは、ダグネドの力のおかげだということが判明しました。つまり、シュゴットを操る能力と、レインボージュルリラは何も関係がなかったわけですね。ここで、一つの説が成り立ちます。それは、レインボージュルリラは、 ラクレスがギラのために作ったデザートという説です。なぜラクレスの創作デザート説が浮上したのか。シュゴッダムではレインボー、つまり虹は永遠の象徴として扱われていること。そしてジュルリラはシュゴッダム語で兄弟愛を意味するからです。つまりレインボージュルリラとはラクレスの創作デザートであり、弟のために作った永遠の兄弟愛を意味するものだからです。 そんな設定がどこにあったんだと皆様思ったことでしょう。しかし今回の第41話を思い返してください。急に五道家になったらダグレードから赤下なる力がもらえるっていうかなり重要な設定を今更出してきた。それが証明です。なぜ王子であるラクレスが自らデザートを作ったのか。それはこれから宇宙王との戦いに向けて宇宙王の目を逸らすために城を追放し 存在を抹消されるギラを思ってのことです。王家追放により、ギラは自分が王族だった記憶を失ってしまい、世界から忘れ去られたシュゴッタムの第二王子となってしまいます。しかし、そんな最愛な弟のことを私だけは覚えているというラクレスの強い思いと、弟のために何かしてあげたいという優しさ。その結果生まれたのが、ラクレスのオリジナルデザート、レインボージュルイラです。ギラはなんで記憶を失うことになったという疑問。 皆さんもお持ちかもしれません。なんやかんやあって、シュゴッダムの脅威の科学力で消したのです。この説を立証するためのポイントが二つあります。一つは、レインボージュルリラは、一度だけシュゴッダム王家で供されたものだということ。もう一つは、ギラ以外、その存在を知らなかったということ。これで、ラクレスの創作オリジナルデザートという説の信憑性が一気に増したかと思われます。しかし、その説が前提となってしまうと、 なぜギラの存在を抹消したはずなのに、なぜレインボージュルリラの情報だけを残してしまったのか。ここがラクレスの優しさであり甘さですね。なぜなら、その記録こそが最愛の弟であるギラがジュゴッタム王家にいたという唯一の証だからです。ラクレス王はギラについての全ての痕跡を消しても、このレインボージュルリラの記録だけは消せなかったのです。キングオージャー公式アカウントの発信を見ても、次回、 すべての謎が回収されるとのことですので、レインボー・ジュルリラも例外ではないと思われます。その時、彼は、最愛の弟にこう言うでしょう。レインボー・ジュルリラとは、私が、お前のために作った、創作デザートだ。また、お前に作ってやりたかった。ラクレス これです何言ってんだろう俺創作デザートだった場合フワゴンの仕事ソウルはどうなるんだってなんかその辺に落とせんじゃないですかね